中から尋常じゃないぐらいギャーみたいな叫び声が、男の子の声が聞こえて、バーエでは絶対に徹底してます。こんにちは、ねんねママです。今日は皆さんに絶対に知っておいていただきたい子どもの安全のためのお話をさせていただきます。もちろん知ってるよという方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と知らない方がいらっしゃる。そして特に男の子のママ、女の子の親御さんでももちろん大事なんですけれども、男の子だと見落としがちなポイントだったりするので、ぜひ知っておいていただきたいなと思います。すごく大事なお話です。今日お話しするお話は X、 旧 Twitter ですね、で話題になっていたことについてです。プラスちょうどこの間、私の娘のお友達たちと遊ばせていた時に、他のママとお話をしていた中で、なんでそれ気をつけなきゃいけないのっていう風に言ってたということがあったので、意外とやっぱ知られてないところもあるんだなと思ったので、知ってるかどうかぜひ確認していただきたいです。それはトイレに一人で行かせないでということです。皆さんどうですかね。特に女の子の親御さんとかだと変な話結構あったりするじゃないですか。撮影されちゃうとか、男の人がついてきてみたいな話とかがあったりするので、結構気をつけたりすることが多いかなと思うんですけど、意外と男の子のママさんとかだと女子トイレに連れて入るのもみたいなのもあったりして、あ、行っておいでとか言っちゃったりすることが 5,6 歳になってくると結構あると思うんですね。このチャンネル見てくださってる方はまだ赤ちゃんの子育て中の方も多いと思うので、そういう方はまだね、一人で行っておいでみたいなことはないと思うんですけれども、今後成長された時に女子トイレに男の子連れてくかどうかとかっていうところ悩んだり、多目的トイレみたいなのがないような施設だとね、悩んじゃったりすることもあると思うんですけれども、ここはすごく注意だなというふうに思っています。というのが、今日の朝、まあ今日撮影時点での今日の朝なんですけど、 X に載っていたお話で言うと、とあるお母さんが子供のおむつ替えをしようと思って多目的トイレの前に並んでました。そしたら中から尋常じゃないぐらいギャーみたいな叫び声が、男の子の声が聞こえて、相当だったと。そんなにおむつ替えが嫌なのかなって思ってたんだけども、ガラッて開いたら中年ぐらいの男性と、もうぐしゃぐしゃに泣いた男の子が手を引っ張られて出てきた。男の子の様子を見た時に、勘ですよね、並んでたお母さんが、もしかして親じゃないかもって思ったそうなんです。でなんとなく勘づいて、あとこの年齢でおむつ履くかなみたいなぐらいの大きさだったらしくって、超ドキドキしながら声かけたっていうふうに X に書かれてて、あのみたいな、そんなにおむつが嫌だったみたいな感じで男の子の方に声をかけたらしいんです。そしたら男の子も、違うのみたいな感じで、助けてみたいな感じだったそうで、周りの人とかも寄ってきて、何どうしたのみたいな感じで言ったら、その連れてた男性がバーって走って逃げてったみたいな。で遠くからお母さんがもう血相変えて、なんとかとか言いながら、本当のお母さんですねが走ってきてみたいなことがあったそうで、その男の子なんで一人でトイレにいたかっていうと、ショッピングモールかなんかでお母さんがなんか並んでたのかな、トイレ行きたいとか言うから、じゃあ行っといでみたいなので行かしたというような状況だったそうなんです。でやっぱ男の子だと、まああんまりそういう性被害みたいなこととかピンと来づらかったりするじゃないですか。女の子の方がなんか変なおじさんに写真撮られちゃうかもとか、そういう方向に頭が行ったりとかすることもあると思うんですけれども、男の子だと見落としがちかなと。で私がその話した保育園のお母さんもやっぱ男の子のお母さんだったので、まあちょっとそうなのかなっていうふうに推測です、うん、っていうふうに思ったところもあるんですが、熊本の事件とかもあったじゃないですか。知らない方はちょっとすごく怖い話なのでセンシティブなんですけれども、まあ熊本のトイレとか熊本ショッピングモールトイレとかで検索していただくと、まあ、出るかなというふうに思いますが、要はトイレの中で悪い人にひどいことをされてしまったというので、まあ、命を落としてしまったというような過去もありますので、ショッピングモールのトイレとか公園のトイレとか、私がそのみんなでいたのは公園だったんですけど、そういうトイレに一人で子供を行かせるっていうのは絶対に避けていただきたいなと思います。でこれは意外と知らない方が多いのかなっていうふうに思いましたし、まあ、知ってたとしてもまあ大丈夫だろうっていうふうに思っちゃうっていうことも結構あると思うんです。ただ我が家では絶対に徹底してますし、あの一人でトイレに行っちゃいけないってことは子供にもめちゃくちゃ言い聞かせていて、なんでそのママ友の話をした時に、そうなのみたいな、トイレ行っちゃダメだよねみたいな感じでうちの娘も言っていました。なんとかくんのママはそうだったんだみたいなリアクションしてたりとかするぐらい、うちではすごい言い聞かせてるんですけれども、まあ、特にねみんなでいるとなんかいちいちねついてくるのもなんか恥ずかしいかな、過保護かなみたいな感じに思っちゃうかもしれないんですけれども、本当に悲しいかな、危ない世の中なので気をつけてほしいなと思って、これが皆さんにも
もっと周知徹底されるといいなと思って、今日は動画でお話をさせていただきました。まあ、普段はね、子育てをもっと楽にするっていうテーマで情報発信をしているチャンネルなんですけれども、たまにこういう風に注意喚起というか、皆さんに本当に知ってほしいな、命を守るためのことだったりもお話ししていきたいと思いますので、よかったら他の動画見て子育て楽にするっていうことをいろいろ学んでいただけると嬉しいです。お役に立てると嬉しいです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、この動画が役に立ったなとか、他の人に知ってほしいなと思ったら、グッドボタンを押してね、皆さんにも共有していただけると嬉しいです。パパママおじいちゃんおばあちゃんにぜひシェアで送ってください。皆さんのご意見もコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。ねんねママ、ねんねママ、ねんねママ。